ハーフダラーとして知られるアメリカ合衆国50セント硬貨はアメリカ合衆国造兵局の設立初期である1794年以来ほぼ毎年製造されている硬貨である。同年からこの50セントよりも一貫して製造されている硬貨はアメリカ合衆国において1セント硬貨だけである。このハーフダラー硬貨は主にカジノで使用されることが多い。特にアメリカにおいては ベッティングシステムを用いるポーカー及びセブンスタッドポーカーやポーカーレイクにおける増分に使われることもあり、数十枚単位で巻かれた50セント硬貨を常にキープしておく店舗もある。カジノや映画館を除く硬貨の流通量は加工の一途をたどっている。最初は銀の使用に重大な局面を迎えた1963年と、 ジョン・ F ・ケネディ大統領の暗殺の二つが重なったためであった。1962年から1963年、当時のアメリカ合衆国における硬貨を溶かして、銀貨にしても価値があるほどまで、銀の価値が上昇していた。アメリカ国内の銀貨の流通量は、次第に下落し始め、政府は1965年から現在まで製造されている硬貨のように、表面を 白銅を銅で薄く被せた銅を中心とする金属構成への変更を余儀なくされるまでになった。しかし、ケネリィ大統領のハーフダラー効果は1965年から1970年まで40%の銀を含んだ合金で製造され続けた。当初効果にケネリィ大統領が描かれた50セント効果は、心情的な理由や当時流通していた。 アメリカの効果の中でも唯一貴金属を用いて作られた効果であるとして認識されていたことから使わずに保管されるようになった。製造量も落ち着き、金属構成も大半が銀を使用しないものへ変更された1971年にはビジネスの世界や一般の人々もすでにこのハーフダラー効果が一般にはあまり流通しない環境に順応していた。人々は 大きい金額のお釣りで25セント効果が用いられることに慣れていたのである。一般に出回っているほとんどの効果はお釣り等に使用するため店舗のレジの中に用意されているが50セント効果や1ドル効果が常にレジの中にストックされている店舗、企業はほとんどない。また銀行の多くもこうした効果を保管しておらず通常の業務にも使用しないため 効果は多く出回っていない。アメリカ合衆国内の自動販売機もまた、ハーフララー効果を実際には受け付けておらず、流通量に貢献していない。以下は、効果におけるデザインの故障、製造年とその描写をリストにしたものである。こうした正規に発行された効果に加え、50セント効果はアメリカ合衆国記念効果に最もよく用いられる通貨単位である。 以下は翻訳元の英語版からの出典項目である。ありがとうございます。